一家に3塩、食卓に笑顔。ソルトコーディネーターの青山紫穂です。日本のどの家庭の食卓にも3種類の塩が並ぶことを夢見て、約20年間塩の情報発信の活動をしてきました。私は塩の専門家です。非常に珍しい職種で、日本で私以外に塩の専門家を本業として活動している人に会ったことがありません。正直儲からないんですよね。 ワインなどのお酒の専門家や調味料の専門家っていう方はたくさんいらっしゃるんですけどね。塩の専門家ってすっごいニッチなんです。ではなぜ私がそんなニッチな塩の専門家になってしまったのか、私の経歴も交えて少しご紹介します。小さい頃から食べるのが大好きだったんですよ。 で母が料理上手だったっていうこともあって、カレーもスパイスから作ったり、食卓にはいつも何種類もの美味しい料理が並んでいる家庭で育ちました。食の業界に興味を持ったのも、食の業界を目指したのも料理上手だった母の影響が大きいかなと思います。 で大学を卒業した後ケチャップで有名なカゴメっていう会社に就職をしてその後沖縄県の塩の専門店マースヤに転職して責任者を務めたことをきっかけにもうね日本だけではなく世界各国のお塩を集めて現在では2,400種類以上をコレクションしています。 確実に日本一の塩コレクターですひょっとしたら世界一かもしれませんなので今ギネス記録に申請してみてます2012年に塩の正しい知識と美味しく健康的な活用方法を普及させることを目的に沖縄県で日本ソルトコーディネーター協会を設立しました私の趣味が精炎所訪問でまあ喫水の塩マニアなんですよね 約20年間で訪問した製塩所の数は200か所以上計400回以上足を運んでさまざまな製法について勉強したり生産者さんの思いを取材ししてきました2018年にはパキスタンの岩塩鉱山にも行ってきましたし2020年にはスペインのアニアナ塩田にも足を運んで塩を爆買いしてきました。 その経験をもとにこれまで塩に関する書籍を4冊出版しおかげさまで累計7万部を達成することができましたその中に「日本と世界の塩の図鑑」という本があるんですけれども塩に興味のある人にはブスッと刺さる内容だと思いますし他にはない一冊なので是非ご覧ください「もう読んだよ」という私の本を既に選んでくださった読んでくださった方々には深く御礼申し上げます。 本当ににありがとうございいます。す。お役に立ててたら嬉しいです日本ソルトコーディネーター協会では塩の普及活動のほかに塩の専門家の育成にも力を入れていてこれまで7000人以上のの方に潮の進化を伝えてきました。私一人ではお伝えできる人の数に限りがあるので一緒に塩の進化を伝えてくれる塩仲間を集って楽しみながら一緒に学んでいます。 塩に関する情報をネット検索から得ようとすると結構いかがわしい情報が多いですよね発信者の方に悪気がなくても、まあ、多くの情報が間違えていたりいい加減な情報であることが多いのはとても残念なことだと思いますこの減塩が推奨される時代にあって正しい塩の知識を身につけて辛くて苦しい我慢の減塩ではなく 楽ししくてて美味いいい適とう選択肢があることを世の中に広めていきたいいと考えています現在塩の資格を発行する協会団体はいくつか存在しますが私が自信を持っているのは私以上に塩に詳しい専門家が関与している協会は他になく日本ソルトコーディネーター協会が一番詳しく丁寧に塩に関する知識やそのスキルを伝えていると自負できます。 日本ソルトコーディネーター協会の使用講座ではテキストを送って試験を受けて終わりではなくてオンラインで講師と一緒に使用について学べるのでわからないことはその場で質問してすぐに解決することができます。テストはオンラインで自宅で受験できてテスト終了後にはしっかり解説もするので疑問点を後に残すことがありません。楽して資格が取れればいいや。 お金を払えば誰でも簡単に取得できる資格でいい。テストなんか受けたくない。という方には正直不向きです。ちゃんと勉強しないと取得ができません。ただ、しっかり受講してもらえれば。専門的な使用の知識とその実践スキルを身につけることが可能になる資格講座だと言えます。卒業生には家族の健康が気になる主婦の方はもちろん。塩マニアの方。第一線で活躍するプロの料理人。 塩を製造する塩塩職人、塩の輸入商社の人これから塩の販売を検討している方や料理研究家食に関するワークショップを主催している方など本当に様々なジャンルの方がいますそして嬉しいことに受講された皆さんからは情報量が桁違いだった目から鱗がポロポロ落ちたとかあと毎日の食事が美味しく健康的になった。 そして家族に喜ばれたっていう嬉しいお声をたくさんいただいています塩に関する正しい知識を深めたいという方や私と一緒に勉強したい活動の輪に加わりたいって思ってくださる方はぜひ信頼の塩資格ソルトコーディネーターを受講されてみてくださいきっと新しい発見と喜びに出会えるはずですあなたも私と一緒に日本のどの家庭のテーブルにも3種類の塩が並んで 笑顔の絶えない食卓の実現に挑戦してみませんかたかが塩、されど塩一度塩ときちんと向き合うと世界がガラッと変わります詳細は概要欄のリンクからご覧ください一緒に塩の世界を探求しましょう